はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブンのセブンペイが7月スタート、ナナコも含め LINE ペイ、ペイペイ、メルペイにも対応ということで、今回はセブンイレブンジャパンがついにセブンペイの開始についてのニュースがありましたので、今回はそちらをお伝えさせていただきたいと思います。はい、ということで、まずサービスの開始日時なんですけども、2019年の7月の1日ということで、まあセブンイレブンだったらまあ7月の11日かなと思ったんですけども、今回は7月の1日ということですね。で、対象店舗は全国のセブンイレブン2925店舗で始まるということです。そしてチャージ方法なんですけども、店舗のレジであったりセブン銀行、 ATM、 クレジットカードなどなどということですね。で、この7個ポイントの比較なんですけども、ざっとこのグラフで見るとこの感じですね。もともと100円で1ポイントなんですけども、7月からは200円で1ポイントとなります。まあこれが吉と出るか凶と出るか、まあなんとも言えないとこではありますね。今回サービスを開始しての特典なんですけども、通常200円ごとに1ポイントの7個ポイントと先ほどお伝えしたと思うんですけども、今回サービスを開始して期間限定で7個ポイントがなんと通常の2倍付与されるということになっております。で、ちなみに同じく7月1日からはなんとですね、お題にもあったようにペイペイ、ラインペイ、メルペイ、そして中国系のアリペイ、ウィーチャットペイがなんとセブンイレブンのレジで使えるようになるんですよね。これはもう本当に待望のサービスですよね。もう僕一時期セブンイレブンからちょっと離れてたんですよね。ずっとファミリーマートとローソンの行き来で LINE ペイとかペイペイを使ってたんですけども、今回はセブンイレブンでこれらが使えるってなるのはかなり嬉しいですよね。ちなみに折り紙ペイと楽天ペイに関してはまだ未対応とのことになっております。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ今回はですね、セブンペイが使えるようになるということなんですけども、まあセブンペイ、僕的にはセブンペイよりかはペイペイ、ラインペイがセブンイレブンで使えるようになったのが正直ちょっと嬉しいかなというのは個人的な感想ではあります。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。